はい、それでは玉野競輪で行われた瀬戸の王子杯争奪戦決勝のレース解説やっていきたいと思います。さあまずスタートなんですが、ここ結構スタートはね前を主張する選手が多かったです。松浦選手いいんでね、永久力飛び出すんですが、2番の平原選手ですね。平原選手も、かなりスタートを取りたいという形の勢いで前を主張してきます。で、山口健也選手もね、前受けから先行する選手のラインの後ろをつきたかったんだと思います。結構勢いよく前に出て 1,2,3 と勢いよく出ていきましたね。で、ここ最終的に前主張したのが平原選手でした。松浦選手も一番いいんだのでね、前受けできないことはなかったと思うんですが、やはりね平原選手が主張するというところで、ちょっとねじゃあ前を譲ろうという形になったんだと思いますね。そうなると関東の前受け 2,9,6、そうなると鳥取選手中国が 7,1,4 というここね中段入りました。で、山内健也選手が後ろ攻めという流れ、並びはこんな形でしたね。で、青番周回迎えてレースは進んでいきます。山内健也選手ですね、じわりじわりと後方から上がってきますね。で、ここ残り2周回赤番周回入ったところで、一旦山口健也選手ね、ここちょっと増井選手が牽制して外を飛ばしてね、なるべく前行かせたくなかったんだと思うんですが、ちょっとね、突っ張ることはしなかったので、そのままちょっと牽制入りましたが、山内健也選手が前へ出る流れ。で、そうなると、後ろからね、鳥取選手が上がってくる流れで、鳥取選手を山口健也選手が前に入れてという流れになるのかと思って、で、そうなると後方からいる増井選手ですよね。でも、ここはちょっと誰しもね、この流れだったら2コーナー、からね、かます勢いで前段叩き上げていくんじゃないかと思ってました私ね。まあ、ちょっとそうしたら予想外な動きをしまして、ここバックストレッチでの動きっていうのが、まさか松杉選手ね、ここ鳥取選手の位置取ろうとするっていうか、ここ飛びつくんですよね、飛びつく外から。で、鳥取選手もね、もうなんか踏み込む気満々でね、構えていたら、まさかの飛びつきというところで、まあそこまでスピードは上がらなかったというか、レース中盤でのハイスピードレースになるかと思ったんですが、ちょっと位置を取るというまさかの増井選手の動きで、後方もつれます。で、後方もつれたところで、まあバックストレッチ過ぎてですね、ここで、まあ増井選手の後ろだったら、まあいいかなという感じでしたかね。山口健也選手も。ここちょっと、松井選手の後ろに山内健也選手が入って、ちょっと山内健也選手の後方もつれる形になってきましたね。ちょっとレース、いまいち流れが、ちょっと松井選手は流れを崩すと言いますか、少し予想外の動きで、ちょっとね、後ろのラインも困惑した形でしたかね。後ろどうしようというか、平原選手のところと、まあ、健也選手のね、後ろのライン、村上選手もそうですが、ここちょっともつれる展開になってしまいました。で、最終的にちょっとね、動きが、平原選手がね、後方置かれてしまうところで、ちょっとね、そこを嫌がって、村上選手の後ろにね、切り替えて、ラインを取ろうとしてね、8番の中本選手飛ばすような動きをしてね、村上選手の後ろですかね、ついて、で、ちょっともうここ佐藤隆二選手は、ちょっとね、多分本人自体も、ちょっとどう動いていいか分かんなかったのだと思いますね。ちょっと、後ろでね、身構えようとしていたの、ところでね、ちょっともつれたので、後方置かれてしまう流れ。そのまま最終回入ってくると、ホームストレッチで、ここ増井選手が、もうこう、ちょっとやっぱ分かんないですね。ちょっと意図が分からないというか、まあ、中途半端になってて、こっからもうほぼ短期の状態で上がって、で、まあ、鳥取選手とやり合う流れになりましたね。で、まあ、1、2コーナーで鳥取選手と競る流れだったんですが、鳥取選手の後ろを増井選手が抑えて、まあ、おそらくもうちょっとね、増井選手もちょっとやってしまったなということをね、思ったのかもしれませんね、ここ。もうとにかく、中国ラインを崩したいという気持ちっていうのがちょっと伝わってくるような走りでしたかね。もう鳥取選手を叩いて前に出るっていう動きではなく
って鳥取選手に競るような形でもうとにかく中国ラインを崩したかったんだと思いますね。2コーナー抜けて、中国ラインここでもつれるかなと思ったんですが、もうちょっとこのやり合いにね構っていると松浦選手もね、前に出れなくなるということを考えましたかね。まあもうここでもつれたところをもうここ切り替えて松浦選手自力で踏み直して、で、ここ、その後ろ、山口健也選手と村上選手と、あと平原選手ですかね。で、最後方に置かれるのが佐藤隆二選手、ここね、最後方置かれてしまいました。で、ちょっともう増井選手と鳥取選手はね、そのままズブズブーと、ここでね、フェードアウトする形になりましたね。さあ、もうあとはもうこのまま、一列棒状、展開はもうこのままで、と、松浦選手と、岩津選手、4コーナーからもう前で切っていたので、まああとはねその後方がどこまで上がってこれるかとかね、そういう流れでしたかね。まあ結局山口健也選手もまあ特段さらし状態だと思ったんですが、やっぱ松浦選手ね、地元でやっぱね中国、まあそのね中国の意地ですかね、鳥取選手が、とにかく前段でね前で引っ張ってくれたので、そこからねさらにまた踏み込みまして、踏み直して、このまま 1-4 中国ワンツー決着で3着ですが、一応村上選手もね山内健也選手の後ろから上がってきてたんですが、山内健也選手はちょっと3着のところはねここ押し切っての 1-4-3 という、決着に、今回なりました。まあ、平原選手もね結構上がってきてたんですが、やはりちょっとね増井選手がいまいちな動きだったので、前々いればね、調子は悪くなかったと思います。最後結構上がりきれていたので、位置さえ良ければ着に入れたかなとかね思いましたが、惜しくも入れずという形ですかね。という形で今回2番人気ですかね。借券自体は3031倍と、まあ結構割れていたのでね、2番人気でも、まあ、31倍でなかなかついた車検になったのではないかと思います。ちょっとね増井選手ここね、もう私は本当に増井選手とね鳥取選手の叩き合いっていう、ちょっと競輪のレースの流れ自体もつまらないというか、やっぱりねそうレース自体はもうちょっと増井選手が勢いよく行って鳥取選手と叩き合うとかね、鳥取選手と増井選手どっちが強いんだろうみたいなところを結構見たかったんですよね。私はそういう競輪が好きなのでね、個人的には。まあただ地元でね松浦選手、まあ地元って言ってもあれですけどね、まあ地元は鳥取選手なんですが、まあちょっとね鳥取選手はやっぱりちょっとラインを勝たせようというところでね、まあその地元の鳥取選手の先行策っていうのはね最終的には輝いたレースになりましたかね。はい、一応そんな形で今回優勝したの松浦選手、見事ね S 班の実力をね見せつけたというね形で終わりました。私の方はね、まあ、展開予想全くもって逆張りと言いますか、もう佐藤隆二選手をねちょっと信じ切っていたというか、もう関東ちょっと信じ切っていたので、ね、車検乗られた方にはね、大変申し訳ありませんでしたというところですね。もうレースの中盤でもう関東来なくなっちゃったなっていうところで、そう、関東してた人にはちょっと申し訳ないです。私自身もね、すごいレース見てて、もう関東が来なければ一応山内健也選手も抑えてたんですが、ちょっと健也選手も伸びなくてね、ほんと大変不甲斐ない結果に終わってしまって、しまいました。まあ、ただ平原選手の調子がねどんどん上がってきているので、関東これからね平原選手にも、注目を受けてくるし、まあ健也選手もどちらかというと上がり調子ですかね。まあちょっと不調気味というか、ちょっと調子を落としてたところが少しずつ上がってきているというところで、まあその辺はね、見てる側からもすれば今後のね収穫になったのかなと思います。ね、まあ、増井選手も調子ね、どんどん取り戻してくる流れになってると思いますし、ね、まあ、今回はかなりね、増井選手も本人も、かなり、反省点、しっかりね、踏まえたと思いますので、次回の修正に期待していきたいと思います。はい、そんな感じで、今回、瀬戸の王子杯、争奪戦のね、レース解説を終わりたいと思います。
まあ懲りずに、頑張っていきたいと思いますので、いつも最後に言っておりますが、メンバーシップの登録ご協力できる方、ぜひメンバーに入っていただいて、月額最安値の90円からとなっておりますので、何卒よろしくお願いいたします。はい、それでは以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。